みんな、おはよう。朝日さん、間に合いましたね。なんだかツヤツヤじゃない。いや、早起きはいいものだな。早起きって時間じゃないわよ。たくも、まあいいわ。入り口もまだ現れてないみたいだし。それじゃあ早速だけど、数も多いから手分けをして探しましょう。了解です。今日も一日頑張るぞ。あれ、確かあいつは ずっと一緒だよ。僕だけの世界だから。なあ、ちょっといいか。僕に何か用かい？お前メイド好きか？お前じゃないよ。僕にはネクラケンっていう名前が。ごめんごめん。でネクラ君はメイド好きなのか？好きか嫌いかで言えば好きかな。お気に入りのメイドとかいんの？萌えたんが僕の宝物だから。一緒だよ。いつも一緒なんだ。そうか、それはよかったな。おめでとう。あれ絶対ヤバいやつだよな。まさか萌えのストーカー？おはよう、萌え。朝日様、おはようございます。こんな時間にご帰宅なんて、今日はとっても珍しいですね。ああ、いや、ちょっとこの辺を通りかかっただけなんだ。それよりさ、この辺りのことどう思う？この辺りですか？ほら、なんか変なオブジェとかあるしさ、メイドとしてどう思うかなって。あんまり深い意味はないんだ。ただどう思ってんのかなってだけで。ご主人様とお嬢様が喜んでくれるのなら私は何でも受け入れますよ。あ、さすが看板メイド。へんってたまたま看板になっただけですから。運も実力のうちだって。それじゃあ萌え、また今度な。いつでもご帰宅どうぞ。心よりお待ちしてますからね。おお、朝日様じゃないっすか。こんな時間に珍しいっすね。おはようなら。どう？今日もお店は繁盛してる？はい、おかげさまっす。この秋葉原、メイド喫茶は不滅っす。え？どういう意味？特に深い意味はないっすよ。ただ、なんとなくっす。なんとなくか。なあ、ナナはメイドの仕事、好きか？はい、もちろん。この仕事、天職だと思ってるっすから。だったらさ、もっとメイド文化が盛り上がってほしかったりする？メイド文化っすか？それは正直複雑っす。どうして？メイドブームに便乗した品の悪いメイド喫茶が後を絶たないんすよね。不当な値段で飲食を提供したり、ちょっと過激なサービスを行ったり。まあ確かに、俺もいつだったかすごい金額を踏んだくられたわ。だからちょっと複雑っす。でもこのお仕事は大好きっすよ。そっか、ありがとな。やっぱり思うところはいろいろあるんだな。どうしたっすか？いや、なんでもないよ。それじゃあ仕事を頑張ってな。もちろんっす。朝日様もいつでもご帰宅くださいっす。
で、収穫はあったか？お帰りなさいませ。が、ちょっとしたゲシュタルト崩壊よ。どこのメイドさんもとっても可愛かったです。収穫はなしってことか？ええ、だけど種はまけたわ。明日になれば誰かの言動が変わるはずよ。かなり見極めやすくなったと思うわ。だから明日も同じ時間帯に。あ、朝日様、まだいらっしゃったんですね。あ、萌え、もしかしてそちらのお嬢様たちと一緒に当店へご帰宅ですか？朝日？ああ、ごめんな、萌え。いえいえ、お気になさらず。朝日様たちのご帰宅、いつでもお待ちしてますね。いつか必ず。萌えちゃんも昨日と変わらずって感じね。あれれ？でもでも、昨日と微妙に違いませんでしたか？朝日の反応が違ったからよ。朝日の反応が変われば、萌えちゃんの反応も変わるわ。それに俺、さっき一回会ってるしな。で、お嬢様は何を言いかけてたんだ？もう、お嬢様もゲシュタルト崩壊よ。それで、話の途中だったわね。明日も同じ時間に集合するわよ。同じ時間帯じゃないと見極めが難しいわ。リユは大丈夫です。朝日さんも大丈夫ですよね？もしかしてモーニングコール期待しちゃっていいの？ちゃんと自分で起きなさい。リユでよければいつでもレッツピョンピョンです。やったれ。それじゃあまた明日、お疲れ。こら、待ちなさい。ちょ、何？今日はもう終わりじゃないの？まだ寝るには早い時間よ。だからね、中二の妄想宮へ行ってみましょう。え？本気で言ってんのか？ええ、もちろんよ。あの妄想も放っておくわけにはいかないじゃない。それに今日もフードの男がいるとは限らないわ。もしいたら俺は速攻で逃げ出すからな。はいはい、じゃあとりあえず向かうわよ。どうしようかな。もう一度僕がやっても意味ないだろうしな。困ったな。あの、どうかしました？いや、実は困っててさ。あ、そうそう、僕はフィギュア屋の店長なんだ。それでここ最近僕のお店客足が途絶え気味でさ。客足ですか？まあ、もしかして？ええ、妄想者の予備軍かもしれないわ。ちょっと話を聞いてみましょう。あの、店長さん、もしかしてそのせいでお店が危機的状況なのでしょうか？危機的ってほどではないけど、このままじゃいつか閉じなきゃいけないかも。もしよかったらお話を聞かせてもらえませんか？え？まあいいけど、って言っても愚痴くらいしかないよ。最近みんなネット通販で買っちゃうんだ。それでね、どうしたら顧客が増えるかなって思ってて、だからターゲットのお客さんに女性も巻き込むことができたらって考えてたんだ。確かに女性は一つのコンテンツを長く愛してくれますもんね。そうなんだよ、一度気に入ったキャラにはとことん尽くす子が多いんだ。それでこれからは女性向けフィギュアをどんどん売っていこうって思って入荷したんだ。でも僕みたいな男が呼び込みをしても抵抗感があるのか、なかなか来てくれないんだ。だからどうにかして女の子たちに安心して買い物をしてほしいんだよ。ああ、そういうことでしたら私が呼び込みしてみましょうか。私そういうの得意ですし。え、いいのかい？それすっごく助かるよ。それじゃあ申し訳ないんだけど、町の女性にこのチラシを配ってくれるかい？好きなアニメの話で盛り上がってることか狙い目かもしれないね。わかりました。
ある程度宣伝したら戻ってきますね。ありがとう、本当に助かるよ。なあ、サキ、そんな簡単に引き受けちゃっていいのか。いいのよ、妄想に関係があるかもしれないわ。それじゃ、配りに行きましょう。けど、あの子たち興味ありそうじゃない？ちょっと話しかけてみる。すみません、もしかしてフィギュアに興味あります？実は私たちの好きなアニメキャラの最新フィギュアが発売されたって聞いてきたんです。でもなんていうか、そのフィギュアショップに入ったことがなくて、男性向けばっかりだったらどうしようって。なるほどなるほど、そういうことでしたらご安心ください。お二人ともこのチラシをどうぞ。え、チラシですか？当店は女性向けのフィギュアにも力を入れていて、女性でも気軽に安心して入れるお店なんですよ。ねえ、見て見て、このチラシ青梅さんのフィギュア載ってる。しかも御堂梅くんも。次男と三男、やっぱり尊いわ。どうでしょう、お気に召しましたか？はい、ちょっと行ってみます。このお店ならなんだか入りやすそうな気がします。ありがとうございます、ご来店お待ちしてますね。よし、二人も同時にお客さんを獲得したわ。見事な営業スマイルだったな。ええ、慣れているからね。慣れてるって。さき、きっとあの子オタク女子だ。チラシを渡すチャンスね。どうかしたんですか？どうしたもこうしたもないわよ。友達だと思ってたのに。あの子、赤梅兄さんが私の推しキャラだって知ってたのよ。なのにポツッターの裏垢で私の方が赤梅兄さんが好きとか言ってたの。もう思い出しただけでも腹立つ。赤梅？裏垢？赤梅ってのは人気アニメのキャラクター。裏垢は裏のアカウントって意味だ。ああ、なるほど。赤梅さんを教えてあげたのも私なのに、なんなのよあの子。赤梅さんっていうのはどんなキャラクターなんですか？赤梅兄さんはね、本当に可愛いわけ。七人兄弟の長男なんだけど。さき、これ長くなるパターンだ。さっさと用事を済ませよう。ええ、もしかしてその赤梅さん、このチラシに載ってたりしませんか？チラシ？ってそうよ、まさしく赤梅兄さんよ。っていうか、このフィギュア売ってるの？1分で完売したやつじゃない。予約キャンセル分ですかね。欲しいのなら今がチャンスですよ。そうなの？じゃあこれは絶対に買わないと。教えてくれてありがとう。これであの子に差がつけられるわ。お前すごいな。言ったでしょ、私ね、こういうの得意なんだから。
から、それは一度フィギュアの実物を見てから言って。フィギュアは芸術なの。見てもいないのに最初から否定しないでよ。でもさ、そうは言ってもああいうお店ってどうせ男性向けばかりでしょ。私そんなの絶対に見たくないから。どうせエッチなのばっかりだろうしさ。もうだから、あの二人声をかけましょう。はい、ストップ。なんですか。さあお二人とも、まずはこれをどうぞ。何このチラシ。あー、クローメのフィギュアが載ってる。当店は女性向けフィギュアにも力を入れたお店なんです。そうなんだ。そういうお店も中にはあるんだね。そう、実はそうなの。最近はね、女性向けフィギュアも増えてるんだよ。クロウメ好きでしょ。一緒に見に行ってみようよね。うん、そうだね。クロウメのフィギュアがあるなら別にいいかな。よし、やったあの、ありがとうございます。これで最初の一歩を踏み出してもらえそうです。いえいえ、こちらこそ。ご来店お待ちしておりますね。やったじゃん。ええ、ついでに男性顧客もゲットしたわ。これでチラシは全部配り終えたわ。お疲れ様。っていうか、ずいぶんこなれてたな。こういうの得意なのか。だから言ったじゃない、バイトでね、いつもこうしてたのよ。え、バイト。ええ、そうよ。学校がお休みの日はダイニングバーでアルバイトしてるの。結構有名なお店でね、お客さんが多いせいか接客術も磨かれるのよ。なるほどね。それにね、お店の制服もとっても可愛いのよ。まあアルバイトなんて朝日には無縁な話だったわね。たまには働けっち。おい、ピン君、お前だってニートみたいなもんだろ。オイラは可愛いのが仕事っち。あの野郎。はいはい、それじゃフィギュアショップに戻りましょう。お客さんが増えて店長さんも満足してくれてるといいんだけど。戻ってきた。どうかしたんですか。どうもこうもするよ。君たちのおかげで大変なことになったよ。女性のお客さんが殺到してフィギュアが飛ぶように売れてるんだ。こんな光景久しぶりだ。僕は今とっても感動している。それは良かったです。お役に立てて何よりです。本当にどうもありがとう。店長、元気になったな。ええ、これでおかしな妄想をしないで済みそうね。やっぱりさきはすごいっち。あ、そうだ、お礼と言ったらなんだけど、これを。ちって、あれ、さき、ピン君を見られたか。さあ、どうかしら。なんだ、いなくなっちゃったのか。残念だな。どういうことだ。でもまあ、いっか。いや、可愛い妖精さんだったな。で、そうじゃなかった、お礼を渡しに来たんだった。はい、これ。お、ありがとうございます。それじゃあまたね。おかげさまで商売繁盛だよ。なあサキ、あの店長は妄想者じゃないのか。言いたいことはわかるわ、ピン君のことね。だけど安心してちょうだい、あの反応きっと大丈夫よ。え、めっちゃビビったっち。もうピン君、勝手に出てきたらダメだからね。わかったっち、おとなしくピンク梅のふりしてるっち。そんなのいないから。ちぃ。でもまあよかったな。じゃあ俺もフィギュアを買いに。どうせいやらしいやつでしょ。んなことないって。
ほら、もしかしたらあれもあるかもよ。あれって？星空の使者、ピュアビーナスのフィギュア。別に欲しくないし。